6月30日金曜日午前11時を回りました。ミスチルタイヤが FM 那覇カルチャンプルーの沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たす、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロード、そして今日の衣装は浮かれた熱帯夜と君の唇の提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住8年の今日も明日も25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミスチーです。今日もいたしきゅうにげーさびら、さてツイキャスから今日もタツさんこんにちは、お茶もありがとうございます。今日はですね、昨日ラジオで告知しました通り、ゲストが来てますので、後ほどゆっくり紹介したいと思います。楽しみにしててください。ミスチルタイヤでは世界中から見て聞けます。パソコンからもスマートフォンからも FM 那覇で検索するとトップ画面のど真ん中に生放送中の動画が今現在流れてるので再生してね。そして今ラジオを聞いてるけど後で映像も見てみたい、今日はラジオもネットも聞けないけど見たいなって思ってくれてるあなた、そんなあなたのためにこの番組はちゃっかり録画してあるので後ほどゆっくり見れます。 YouTube で FM 那覇って検索してね。過去の番組もたっぷりあります。その際せっかく YouTube で見てくれたのでポチッとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはタイヤーが@fmnaha.jp、tayaga@fmnaha.jp、 そして FM 那覇のトップページからもメッセージを送れるので画面左上にある赤いボタンを押してね。気軽に気楽にメッセージを送ってちょお待ちしてます。最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。
え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけど、クチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決闘ですって。うう、憎い。もうダメ。二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースで、みんなの旨みを引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい。県内9店舗ジャンボステーキハンズ。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもデージなってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だわ。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。あー、ライブ最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。早速ゲストを紹介したいと思います。名前だけでいいですか？はい、あ、じゃあ手前のシンタロウさんとシンタロウさんと、そしてアツシさんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさい、シンタロウさん直した方がいいですか？大丈夫です、シンタロウです。すいません、あのユーストリームを見てる方はあの画面の下に名前が書いてあるんですけども、あの太郎さんの TAL なんですけどね、 R が間に入ってしまってるっていう。はい、大丈夫です。シンタロウ、シンタロウでよろしくお願いします。シンタロウかっこいい。シンタロウなんかデデンデンデデンデデンデンデンデデンシンタロウみたいな。ダサっ。お前が振ったんだろう。もう本当だよ、本当だよ。もういつもそういう扱いなんで、もう仕方ないです。あと誰がですか、誰がですか？僕がいつもそういう扱いなんです。シンタロウさんがですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、あの1時間今日お付き合いいただいても大丈夫ですか？はい、本当ですか？ありがとうございます。今日ね、私あの衣装を久々につけてるんですけども、あのサングラスでちょっとよく見えないんですよ。撮りましょう。これね、サングラスよく見えないんですけども、すいません本当にも。あ、え、何、セバスチャン直しちゃうの？シンタロウ直すの？直しましょうか、お願いします。あのシンタロウさんは、はい、栄町で、はい、トミヤランドリーで、はい、私の大好きな、そしてこのディレクターのセバスチャンの大好きな、トミヤランドリーの店長さんですけども、はい、もう私の服装を見て分かると思いますね。はい、はい、衣装提供があの浮かれた熱帯夜と君の唇っていう、洋服屋さんがあるんですが、そこのオーナーさんもよく行くってことで ね、はい、本当ですよね。はい、あの私が一回その、浮かれた熱帯夜と君の唇の、オーナーさんとトミヤランドリーで待ち合わせしてるときに、私が先に着いたんですけども、シンタロウさんが私の服装を見て、あ、あの浮かれた熱帯夜さんと待ち合わせですよねつって、もうすぐ分かりました。すぐ分かったっていう。あの浮かれっぷりはもう、もう間違いないと思います。もう上から下まで浮かれてたんでね、本当にもうよく分かったなと思って、さすがですね本当にね。いやいや、でもそのぐらいこの特徴のあるってすごいですよ ね、はい、本当にね。もうすぐ分かります。うん、ブランド力だと思うんですけども、アツさん知ってますか？あの名前だけは。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。あそこどこにあるんでしたっけ、浮かれた熱帯夜。
説明しづらいですよね。そう、市場の中なんですけど、はい、真ん中の睦橋通り、はい、あの細いところからまっすぐ行くと、浮島通り沿いに出る手前の右に、本当に浮島通り向けですね。ね、そうですね、そこずっと行くとあるんですけども、はい、そこに浮かれた熱帯夜と君の唇が浮かれた感じでありますよね。はい、浮かれた感じありますね。本当に今日はちょっと、衣装で、ね、週2回持ってきてもらってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そう、それでなんかいつもね、あの、私がそんなに気にしなくて済むっていう衣装なのに見えてないっていうそうそう、なのにサングラスであまり見えないっていう、この一回サングラス外しました見ないと見えないっていうね、すいません本当にも。今日はですね、そんな新太郎さんと淳さんにあの告知に来ていただいたんですけども、はい、この告知の方は、じゃあ新太郎さんの方から。あ、僕の方からですね。はい、言いますか。はい、はい、お願いします。ですね、うん、本日の30日なんですけども、はい、パラダイス通りにある、ボラチョスというお店で、東京からアスカ安藤さんとアリさんっていうお二人と、あとタケルアンバッサさん、あと、沖縄に在住の、サックスプレイヤーでコウヨさんをお招きして、イベントをやりますんで、はい、すごいですね。すごく全然違う話なんですけども、はい、この今チラシを手元で見てて、はい、アスカ安藤さんって ANDO じゃないですか、はい、その横に安藤っていうマークがあるじゃないですか、はいはいはい、アスカ安藤安藤あるじゃないですか、はい、でこれで、あの昔に、はい、昔ネットでこの相談とかあるじゃないですか、このヤフー相談とかの、はい、知ってます、はい、あのさっき安藤翼さんの、はい、安藤さんっていついるんですかっていう相談があったんですよ。なるほど確かにややこしい、ややこしい、さっき安藤翼の安藤さんがいつもいないんですよっていう疑問の相談があったことがあって、はい、あれは安藤ではなく安藤ですっていうふうに言って、すいません、あのバカな質問して大変失礼しましたって本当に真剣にやってたっていう。そうなりますね楽しいですね。僕は分かりましたけど、そうなりますね。あ、本当ですか。すごいですね。もうすごく笑ったんですけども、一瞬そんなかなと思ったんですけども、本日ですね、今日の夕方6時から、はい、夜中のしかも12時まで、はい、すごいですね。ボラチョスさん、あそこはパラダイス通りですね。そうですね。三重橋駅から、沖江通りを、国際通り向けに行きますと、右手に、パラダイス通りの入り口が、左手に、ラーメンのダンボさんがあって、はいはい、そこを右に曲がりますと、すぐ左手に1階のガラス張りの素敵なお店がありますね、はい。何系のお店でしたっけ。メキシコ料理屋さんですね。メキシコ料理、おお、そうなんだ。メキシコ料理屋さんってありますか、結構沖縄、那覇とかでも。あんま那覇では聞いたことないですね、うん、あんま聞いたことないですよね、はい、あ、じゃあメキシコ料理が食べたくなったらもうぜひぜひ行ってもらえれば。ちなみにメキシコ料理ってあの何が有名ですか。ナチョスとか。ナチョス、そうですね、はい、あれはジャークチキン。ジャークチキンがジャマイカなんですね。ブラトスはバッファローチキンウィングっていう。バッファローチキンウィングってこの、手羽先のことですか。違うかな。手羽先を半分にカットして、うん、なんかスティック状にしてあるんですよ。なんでウィングって呼ぶか分かんないんですけど、うん、そうですね、それを多分あそこはブラトスはヨーグルトソースをかけて多分食べる感じなんですけど、ヨーグルトソース、はい、そのバッファローウィング自体には味がついてる。もちろんあのスパイスと、はい、そうですね、塩気はちゃんとついてて、うん、それでさらにそこにプラスヨーグルトの。そうだったと思いますね、まあ、毎回あのベロベロなんでちょっとヨーグルトの問題なんですけどすいません、ボラチョさん。なるほど、いえいえそんなボラチョさんで、料理も美味しいボラチョさんで今日イベントがあるということなんですけども、この何がメインで行われるイベントになってますか。じゃあ淳さんの方から説明してもらいましょうかね、はい、今回あの、うん、このコウヨさんっていうサックスプレイヤーの方から、はい、お話をいただいて、はい、このアスカ安藤さんのツアー、今日から3日間始まるんですけども、はい、その1日目をやってみないかって、はいはいはい、お話をもらって、はい、それでぜひやらせてくださいということで。そうなんですかね、はい、このアスカ&アリさんのツアーが、はい、ね、沖縄ツアーが今日から始まりまして。そうなんだ。でもともとはどちらの方なんですか。東京在住みたいですね、はい、でちなみにこのアスカ&アリさんは何の楽曲とかなんかギターかなんか使うんですか。はい、ギター、アコースティックライブですね、ギターで今日は、はい、でもう一人の方が歌う
そうですね、アスカ安藤さんが歌うという、うん、で、アリさんがギターを弾くって感じですかね、はい、そうですね、素敵ですね。で、これでこの東京でいつもは活躍されてる、はい、ライブパートハウスとかで、はい、そっか、すごいですね。そしてその下にありますタケルアンバッサさんですね、はい、こちらレゲエバンドのアンバッサっていう、はい、バンドがありまして、はい、そのフロントマンのタケルさんが今回お一人でアコースティックライブをしに沖縄に。なるほど、はい、じゃあ普段はこのアンバッサっていうレゲエのバンドなんですけども、はいね、はい、今回はこのイベントのために、はい、へー、じゃあタケルさん一人でまたこのレゲエの音楽のをやるんですかね。そうですね、はい、すごい楽しそうですね。そして先ほど言ったサックスの紅葉さん、紅葉さんもこちらはもう本当にサックスのみのみで、うん、セッションする形になります今回、アスカさんたちと一緒に。なるほど、あ、じゃあ今回この3人ですかね、このアスカ&アリさんと紅葉さんという形ですかね、はいはい、へー、楽しみですね。サックスって木入ると音で入ると急になんつうのジャズっぽくなるというか締まるっていうか、そうですね、はい、ね、あのバンドとかでもサックス吹いてるって言ってもすごく声がかかると思うんですけども、はい、ね、バンドとかから、この紅葉さんっていう方は普段はどちらで活躍されてるんですか。いろんなところで活躍してるんですけど、はい、僕はだいたい遊びに行くクラブのラブボールっていうクラブがありまして、うん、沖縄の方は、はい、ああ、なるほど、ラブボールってクラブでよく見ますね、うん、紅葉さんはよく見るのね、はい、あ、ライブとかよく、うん、いろんなところでやってますけど。ラブボールっていうのは何屋さんなんですか。クラブです。クラブ、一銀通りに、うんうんうん、から、はい、松山の交差点に向かう途中に、はいはい、分かった、右手に、はい、あります、ヨーロピアンビルの4階なんですけども、はいはい、1階ってことあります。あそこなんか螺旋階段があるところですか。あ、真ん中に。そうです、あれ1階と2階、1階が踊るフロア。そうですね、ですよね、2階がチルスポットですね。何スポット。あ、ゆっくるところです。ゆっくるところ、はい、ゆったりゆったりするところ、ね、ゆったり音楽を聴くところです。上からちょっとこの音楽をあの下で踊ってる人たちを眺めながら、はい、ちょっと眺めながら覗きながらみたいな。なるほどなるほど、はい、紅葉さんはそこでじゃあ覗いてるんですか。いや、紅葉さん覗いてるっていうかまあサックス吹いてます、ね、え、そうなの。だいたいライブとかをそのラブボールで見ますね。あ、はい、あ、じゃあもうクラブだけじゃなくそういうイベントもやってるんだ、はいはい。あー、なるほど。あ、なんか沖縄って、はい、あのクラブとかを結構貸し切って同窓会やったりとかしますよね。あ、そうですね、その、うん、同窓会とか二次会とか、うん、結婚式の二次会とかでもラブボールを、うん、はい、使ったりしてる人はたくさんいますね。うんうんうん、思いました。なんか沖縄に来てからすごくそういうのを知ったんですけども、ちなみに新太郎さんはご出身どちらですか。はい、僕は熊本ですね。熊本、はい、なるほど。そして、あつさんは。僕は沖縄なんですけど、うん、僕の奥さんと慎太郎さんが地元が一緒で、うん、たまたま。なるほど、はいはい、そ、偶然ってことはその前は知らなかったんですよね。全然知らなかった、全然知らなくて、はい、仕事か何かきっかけだったんですか。はい、まあ、慎太郎さんが以前働いてたお店にその奥さんと遊びに行った時に、出身どこってなって。うん、うん、いいですね、はい、熊本ってどうですか、多いですか熊本の。あ、こっちにですか。沖縄に、うん、沖縄あんまり聞かないですね、熊本自体は。うん、そうですよね、はい、私まだ8年しかいないんですけど、熊本って今までで1人しかいなかった。あ、そうなんですね。あ、2人目ですけども、はい、うん、そうですね、なんか友達の友達で熊本の出身はいるよとかってのは聞くんですけど、うん、はいはい、僕自身が会ったのは奥さんが初めてですね、うん、この直接会うのはってことですよね。はい、うん、私神奈川県なんですけどあんまり会わないんですよ。神奈川県めっちゃいますよ多分北海道の次に多いのが神奈川県、僕の感覚では。あ、で沖縄県の移住してる中で北海道が多いってことですか。北海道がナンバーワンですね。へー、で2番目に神奈川出身の人結構多い気がしますけど、うん、あ、本当に、はい、あ、ちょっと初めて知りました。ちょっと私の中のトップ10を作ってきますね。はい、ちなみにトップ3は分かりますか。トップ3結構聞いちゃいます、うんうん、用意しなかったですねじゃあ東京でじゃあってじゃあ東京にしましょうか。本当にでもこういう風にライブとかやってゲストで来るのは東京が多いかもしれないですね。あ、そうですね、ね、本当にライブとかもいろんなねイベントも含めて、はい、確かにそうですよね。じゃあここで一曲皆さんに聞いてもらおうと思うんですけども、あの今回このかけようと思ってる CD なんですけども、あの持ってきてもらった CD の中から一曲厳選してかけようと思ってるんですが、はい、これのじゃあ最初に飛鳥さんの方からかけようと思いますが、はい、どちらのあれでしたっけ、慎太郎さんの方から、はい、この曲はどういう曲なんですかね。今回のこのイベントと関わりがある感じですか。
まあそうですね、はい、もう夏が来ましたし、はい、まあ今夜はトリピカルみたいな感じになっちゃうじゃないですか、はい、なるほどなるほど。だからもう、うん、今回この今日行われるボラーチョスでやるイベントの来てくれるゲストの方の歌ですか。はい、そうです。なるほどなるほど。そのあこの飛鳥安藤さんのところの飛鳥さんだ、はい はい、その方の曲ですね、はい、じゃあ早速聴いてもらいたいと思いますが、慎太郎さんの方から曲紹介してもらってもいいですか。はい、では飛鳥安藤さんで今夜がトロピカルです。
9月30日金曜日午前11時25分になりました。ミスチルタイヤが FM 那覇沖江通りスタジオより生放送でお送りしています。引き続き、新太郎さんと厚さんにずっと引きずるっていう1時間それでいきましょう。1時間これでいきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、先ほどの話の続きなんですけども、はい、今回この今日の夕方6時からボラーチョさんで行われるイベントを開催しようと思ったあのきっかけって、はい、こうじゃあの厚さんの方からいいですか。はい、はい、今年4月13日に、はい、娘が生まれまして。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。小春ちゃんって言うんですけども。わー、かわいい。その小春ちゃんが生まれたその日の夜に、はい、そのこちらフライヤーにも書いてあるんですが、はい、そのサックスプレイヤーの高陽さんとたまたま飲む機会がありまして、はい、でなんかその話してる時に、結婚式パーティーいつやるのってなって、うんうん、いやまだ子供生まれたばっかなんでちょっとそれは分かんないですねって話をしてたんですよ、うんうん、で、はい、その飛鳥安藤さんのことが、はい、その奥さんが好きでっていう話をその時にしてて、うんうん、じゃあ、うん、結婚式パーティーに呼ぼうよってなって、はい、いやだけどじゃあもう何ヶ月後に1ヶ月後ぐらいにやるんでしょみたいな、すぐやろうよって言ってて、いやもう無理ですよそれはって、1年後にしましょうっていう話をしてて、うん、その1ヶ月後に、うん、この飛鳥さんが沖縄にツアーで来るから、うん、あっちゃんイベントやってもらえないかって言われて、うん、マジですかっていうことで、うん、ぜひやらせてくださいって、うん、で俺からもその飛鳥さんにこのお祝いパーティーみたいな感じでやってもらうようお願いするからさって、はい、で今回この今日のベイビーマイラブというイベントが、はいはい、行われる、はい、行われることになったんですけども。ってことは1ヶ月前の話ですか。はい、もう1ヶ月、まあ、2ヶ月前の話ですね、ポッと出たのが、で1ヶ月前にもう来るのが決定して、うん、嘘ってなって、うん、じゃあもうやらせてくださいっていうことで、はい、今回僕と慎太郎さんオリオン生ビーツがプレゼンツで、はい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 、やるんですけども、うん、このオリオン生ビーツっていうのはこの どういった僕たちの、うん、はい、まあ、DJ クルーの名前ですね、チームの名前というか、DJ クルー、はい、何人在籍してるんですか。3名です。実は3名です。ごめんなさい、はい、マイクの音が割れた。48じゃないんだ。はい、じゃないです。あー、そっか、集めていこう、うん、だってそうそう、あのこの間ダメになったでしょ。その時オファー来なかったですか。DJ のオリオン生ビーツさん来なかったですか。48人いなかったから多分オファー来なかったんだですよ。じゃないです、じゃないです。オリオン生ビーツさん、これ DJ のクルーで3名で、はいはい、やってるということで、はい、普段はじゃあなんかセッションとかして3人、いやセッションって言い方わかんないんですけども、3人でこの DJ でこのイベントやってるとかしますか。わー、まあ、たまになんですけど、はい、行きたいそれ。今回みたいに大々的にやることはあんまりないですね、普段は。なるほど、はい、まあ、とりあえずなんか友達としてじゃあやるかみたいな感じで、まあ、出会ったりとかですね、うん、あとはもうここで動いてたりっていうか、うん、はい、おー、そうなんだ、はい、あのFM 那覇にも DJ とかありますので、あの DJ のなんていうんですか、はい、あの回すやつって、あーターンテーブル、ターンテーブル、ターンテーブルとかあって、はい、ちょっとカウンターもあるんですけども、そこでこの いずれやりたいねって話をしてるので、はい、ちょっとぜひやりましょうよ。いいんですか。ぜひお願いします。このさっきあのセバンシタンがねすごく好きなので、はい、そういうのが、はい、ぜひやりましょう。本当にぜひお願いします。ガラス張りなので音楽ガンガンかけながら、ね、この間の水曜日も生放送でこのバンドの4名のバンドの方が来てくれて、はい、生でやってくれたんですけども、そうすごい素敵でしたよ。で私の番組も結構このアコースティックとサックスのデュオさんとかいるんですけども、はい、あのその人たちとかに来てもらって、はい、あの生放送でやってもらったりとかしたんですけども、結構皆さんミュージシャンの方たちやってるので DJ しましょうよ。ぜひイベントでイベントでやりましょう、はい、夜はねあの FM なんもそんなに大丈夫なので、あ夜中の12時ぐらいまで、うん、おいいですか、うん、やろうやろう、はい、まあ、楽しみ、はい、このガラス張りってあんまないですもんね。そうですね、はい、あとなんか1階ってイメージもあんまりないんだけども、クラブとかってそんなことないか。バーとかだったら、バーとかだったらあるんですけど、そうです、ね、でもクラブでは確かにないですね。そうですよね、1階で、うん、はい、そうそうそう、でいかにもここに人が立っててみんなノリノリだったらすごく入ってきてくれるかなっていうふうに、そうだと思います、ね、思うんですけども、はい、うん、ぜひ皆さんあのじゃあね企画してやりましょうね。よろしくお願いします。オリオン生ビーツさんと、
FM 那覇のコラボで。お願いします。やったやった、ありがとうございます。ということなんですけども、先ほどのこの今回、今日ですね、はい、夕方6時から、パラダイス通りにありますボラーチョスさんで行われるイベントの告知に来てもらってますが、はい、今回、夕方の6時から夜中の12時まで、はいはい、先ほど言ったこの主にレゲエですよね。というわけでもなくてですね、うんうん、もうグッドミュージックですね。みんながもやっとしてんな、グッドミュージック皆様にそうなんだけど、はいはい、グッドミュージックね、はい、グッドミュージック急に広がったよね、はい、急に広がっちゃった。レゲエだけだとちょっと縮まっちゃうじゃん、うん、うん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 、狭まっちゃうんで、あのグッドミュージックです。私も実はグッドパーソナリティなんですよ。なんか分かりますよね。グッドミュージック。グッドミュージックすごい分かった。急に分かった、そう言われてみたら。ありがとうございます。今後使いますね。ありがとうございます。名刺にも書こうかな。ありがとうございます。ということで、今日の夕方の6時から、パラダイス通りにあります、もうパラダイス通りを入ってすぐ左手にねガラス張りのお店がありますので、メキシカン料理を食べながら、はい、料理ももちろん提供します、はい、そうですよね。メキシカン料理を食べながら今回このグッドミュージックを生で聴きつつ、はい、お祝いも、あつしさんのお祝いが、そうですね、小春ちゃんの、ね、うん、誕生祝いパーティーも兼ねてますので。本当ですよね、はい、小春ちゃんって漢字と同じですか。お心と、遥か彼方の春で小春です。てっきり小さいに遥かと思ったんですけども、ではないですね、うん、心に真に、はい、遥か遠いの春、はい、遥かの、はい、で小春、小春です、なんでこの名前っていうかこの漢字にしようと思ったんですか。奥さんが、うん、はい、ぜひ、うんうん、この子供の名前をこれにしたいということで、うん、じゃあもう女の子って強い意志を尊重してそうしようと、うん、素晴らしいです、はい、あの奥さんがじゃあ女の子って分かった時点でもうすぐこの名前にしたかったでしょうね。そうかそうか、ありがとうございますということなんですが、じゃあここでですねもう一曲行く前に、はい、ごめんなさい、コマーシャル聞いてもらいましょうね。まだ引き続きあと後半30分もお付き合いしてもらっていいですか。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあコマーシャル聞いてください。あー、ライブ最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる。ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。問題、1たすには3。いいえ、1たすにはジスタス。ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ。那覇、浦添、三郷の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう。詳しくはジスタスで検索、または098-868-0758までお電話ください。1たす2たすジスタス。国際通りに雪が降る、南の雪氷。牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。国際通り沿い、那覇市牧師 2-4-11 南の雪氷。今聞いてもらっているのはマンゴーツイスターズによるマンゴーツイストです。知ってますかお二人とも。あのマンゴーツイスターズです。そうです。
やっぱり有名ですよね、マンゴーツイスターズさんはね、はい、ありがとうございます。実はですね、国際通り沿いに島野駅宮古ってご存知ですか。ちょっと沖江通りの方から行ったら左に行くんですけども、左手の方に行ったらちょっと牧師駅向けに行きますと、右手に島野駅宮古って今年の4月にオープンしたばかりなんですけども、はい、宮古島のものが全て置いてあるっていう、はいはい、宮古島限定のものでは、でも、国際通り沿いで手に入るっていうことなんですけども、はい、お野菜とかいっぱい置いてるところですか。お野菜も、ちょっとね、ごめんなさい、言ってない。でも、あれが置いてあるね、なんだっけ、ゴーヤとかも置いてあります。前通りかかったかもしれないです。あ、本当に、はい、そっかそっか。で、そこで、今回もうマンゴーの時期じゃないですか、沖縄は、はいはい、で、それで宮古島のマンゴーって日本一出荷量が一番多いですよ。そうなんですか。そうそうそう。で、それで今回この島の駅宮古のところにこのマンゴー共和国という国ができたんですよ、うん、はい、でそこでオリジナルの、噂のマンゴーツイスターズのマンゴーツイスターズ、はい、でしたよね。そうなんですよ、マンゴーツイスターズ。ありがとうございます、本当にありがとうございます。宮古島の有名人といったら、はい、アツシさんミュージシャンであの方ですよね、慎太郎さん。宮古島っつったらもうあの方しかいないじゃないですか。決まりでしょ。僕たちの口から言ってもいいんですか。うん、私が言おうかな、じゃん。はい、そうですよ、恐れ多いですよ、恐れ多いですよ、なんか宮古島の有名な、ミュージシャンといえば下地いそうそうそう、下地勇さんですね。あ、はい、下地勇さんと、そしてビギンの島袋さんと、ですね、ごめんなさい、あと2人誰でしたっけ。あと2人の、マンゴーツイスターズという、バンド、バンドっていうかそのためだけに組んでるんですけども、はいはいはい、そしてそのマンゴー共和国のためだけに作ったーテーマソングなんですよ、この曲が。で、歌ってらっしゃるのが、下地勇さんで、はい、この時期限定だけの、特に CD 化もされてなく、そう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 、もしかしたらこのマンゴー共和国に来るかもしれないっていう風に歌いに、ちょっとね、ロカビリー調ですごく素敵な曲ですよね、はい、ちょっと聞いてみましょうか。てな感じになっておりますが、体が踊りたくなりますよね。はい、もっと聞きたいですね。わあ、さすがですね、はい、本当に有名ですもんね、マンゴーツイスターズさんね、はい、本当にね、はい、ありがとうございます、乗ってくれて朝から楽しいな、本当にもうでね、もう一つじゃあお話付き合ってもらってもいいですか。はい、実はですね、第1回沖江通り、ウマンチュ落語祭りっていうのを今開催されてるんですけども、 今現在ですね、はい、開催されてまして、はい、今日帽子が生きてる。あ、そうですね、帽子がだいぶ暴れてますね、帽子生きてるさすが浮かれた熱帯と君の唇さんですね。浮かれすぎでしょ浮かれすぎない、本当にね、確かにでありまして、この、今現在これ三重橋駅から、国際通りまでの沖江通り沿いのいろんなところで落語家さんによる落語をやってまして、はい、主に、メインが純駆動書店さんですね、はい、純駆動書店の地下1階で、はい、落語家さんたちが何人かで落語をするんですけども、あと他にはですね、初日にはなんと沖縄銀行でやったんですよ。沖縄銀行の牧師支店あるじゃないですか、そこでやりまして、皆さんが何番の人って言われてる横で横で座布団とそう引いてやってたんですけども、結構皆さん見てくれてみたいで、パイプ椅子も置いてやって、はい、そしてですね、他にもすごいとこありますよ、ドコモ、ドコモ、ドコモさんね、携帯電話のドコモさん、はい、ちなみにドコモさんは今日ですね、ごめんなさい、今日 何日ですか、6月30日失礼しました、はい、30日金曜日はですね、この後夜8時から、はい、沖江通り沿いを山の内ホテルでしたっけ、山一ホテル、はい、ありますね、うんうん、あそこの前にある自慢屋さんっていう居酒屋で、あ、はい、分かります、はい、あ、本当ですか、はい、そこで、あります。そして明日なんですけども、明日7月1日土曜日は午後2時から先ほど言ったドコモ、そして午後3時からは、純駆動書店の地下1階ですね、そして午後4時からはなんと、さあどこでしょう、 FM 那覇です。すごいねすごいすごい、どうやかお写真撮っていいですか。
FM 那覇ですよね。すごい。な、なになに、テレパシーってなく間違えた、はい、すごい。その通りです。 FM 那覇で、夕方4時から行われます。楽しみです。さすがですね、本当にもう。そしてその後、実はですね、沖江通り沿いに先週の木曜日にオープンした JR 九州ホテルブラッサム那覇、わかりますか。はい、知ってます、はい、そこがオープンしたんですけども、そこでも明日夜7時からあるんですよ。ちなみにあの落語家さんたちにこの間ゲストで来てもらったんですけども、はい、とってもここに限ってはラグジュアリーな空間でできるらしいので、はい、すごく楽しみだし、であのなんか皆さんやっぱり着物とかで、ね、落語家さんっていうのは着物でやるんですけども、はいはい、この来てくれるお客さんもね、せっかくなので着物とかで男性もね、はい、来てくれたらすごく嬉しいなと思うんですけども、はい、その JR 九州ホテルブラッサム那覇で夜の7時から、ウマンチュ落語祭りがあります。7月1日。そして最終日の7月2日なんですが、7月2日の日曜日は純駆動書店で午後2時から行われますね。その午後2時から、いろんな落語家さんが全員集まってやった後に、あの大喜利が行われるんですけども、はい、うん、大喜利ってあつしさん分かりますか。僕は大喜利わかんないんですよ。だけどなんか慎太郎さんが前なんか俺大喜利得意なんだよねって言ってたような気がするんだけど、あ、本当に。ちょっとじゃあテーマ、はい、うん、それちょっと僕はちょっとそういうの苦手なんですけど、うん、私もちょっと慎太郎さんの聞いてみたいな大喜利。今ここでですか。テーマとかないからね。ずっとね、うん、全世界で恥かかせる気でした。ぜひ見たいっす。お願いします、うん、見たいわ。なんかもうねえよ、ねえよって話だよね。本当に失礼しました。なんか絶対こういうのが一回あるだろうなと思ってたら、まさか大喜利できた。落語の話になるとも思わないしね。もうだから落語の話の時になんかヒヤヒヤしたんですよ。絶対こいつなんか俺に振るやつだと思って。あー、気を出すね。全然ね、打ち合わせとかしてないですよね。本当にもうぜひ聞きたいなと思った。さすがです、本当にもう。で、大喜利、あのな、多分沖縄って商店ってやってますか。日テレのね、日テレなので沖縄日テレがないからね、そう、商店、あ、たまにたまにやってますけどね。やってるんじゃないと思いますか。本当に、あの商店のやり方が大喜利じゃないですか、はい、うん、でそれをこの落語家さんたちで大喜利をやってくれるってことなので、はい、ああいう人たちの何かこの一つの職を極めた人たちの大喜利って、はい、もうすごいそうだよね。すごそうです。うん、なのでこれちょっと行ってみたいなと思うんですけども、はい、7月2日日曜日、純駆動書店の地下1階で午後2時から、落語家さんの落語があった後に大喜利がありますので、はい、ぜひ皆さんこれは行ってみてください。実はですね、私初日、今週の月曜日6月26日の純駆動書店那覇店行ったんですけども、はい、すごくいっぱいで人が、あ、こんなにやっぱり落語好きな人いるんだなと思って、はい、しかも全店舗入場無料ですので、おすごい、パッて入って、で見て帰るっていうのができるので、そして最終日、純駆動書店那覇店が終わった後は午後6時から、はい、どこですか、あつしさん。 FM 那覇です。さすがです、本当にもう皆様、はい、FM 那覇です。ありがとうございます。その通りです。7月2日日曜日午後6時からは FM 那覇で、沖縄の北山亭メンソーレさんが最後を締めてくれます。沖縄にもいるんですよ、落語家さんが。あんまり落語って、あの熊本もそうですよ、神奈川もそうなんですけども、あんま落語身近にないですよね、うん、はい、で今回あの第1回沖江戸流満ちゅ落語祭りが行われたきっかけなんですけども、実は純駆動書店那覇店の店長さんが関西出身の方 で、はい、で大阪ってやっぱり朝昼晩テレビを回したらどこでも必ず落語やってたみたい で、 そうなんですか。で学校の帰りとかでも、失礼しました先ほど言いました、北山亭ではなく北山亭ですね、北山亭メンソーレさん、大変失礼しました、そしてですね、その純駆動書店の、店長さんが大阪出身ということ で、はい、でそれでもいつでも学校の帰りとかでもその寄席とかが頻繁にあったみたいで、はい、そうそうそう、でそれをなんかもう当たり前に感じたんだけども、沖縄に来てこんなに落語のないあの生活が初めてだったの で、うん、はい、でこういうのをやりたいと2年前から、ああ企画をされて、企画をしてやっともう第1回ということで、そう夢が叶ったってことですね。ですごく喜んでまして、でそれにね、皆さん協力もしてくれて、はい、沖縄の方も含めて大阪からも、来てくれて、プロの方たちが落語家さんも
なんかやっぱりこの落語って言ったら私のイメージですとちょっとこのステップがなんかちょっと難しいっていうのないイメージありません？どんなイメージありますか？落語って言ったら淳さん、うん、落語へのイメージですね。特に沖縄はもっとさらにね、身近にないと思うのでイメージだけでイメージですよ。イメージ、うん、何かありましたら昔のこの話を現代風にお話しする人たちが落語家じゃないかなと。なるほどなるほど、はい、面白おかしく面白おかしく、はい、うんうん、じゃあ慎太郎さんは落語へのイメージどんなのありますかね。これ大喜利じゃないですからね。はいですね。ヒヤヒヤしたんですけど。大喜利もあるんですか。大喜利じゃありませんよ。大喜利はしないでくださいよ、うんうん、そう大喜利しないでよ。大喜利だけは大喜利だけはやめてよ。落語でのお題落語。ハードル高いな。難しいな。難しい、はい、普通にこの落語へのイメージって慎太郎さんは何かありますかね。なんかあれですね、うん、扇子をなんか使って、うん、その、まあ、例えば扇子を箸にでなんかそばを食べたりとか、なんかこの扇子をすごい多用してるイメージがありますね、うんうんうん、確かにそうですね、うん、私も本当そうだと思うんですけど、私も実はこの間月曜日に初めて生で見させてもらったんですけども、私は本当もっと扇子とかもそうなんですけども難しい話をするだろうなと思ってるので、はい、それが全然わかんないのかなと思ったんですけども、本当に入り口が入りやすくてもうとってもおかしくて、だいたい15分ぐらいずっと話すんですけども、はい、もうすごい耳が引かれてしまうっていうね。それに加えてこの仕草とかで扇子を使ったものとかもあったり、あと座布団の上にずっと座ってるのかなと思ったら片膝ついたりとか、本当によく動くんですよ本当に。で急に上着をこの羽織を脱いだりとかっていう、はい、本当にその座布団の上でいろいろなこの行動とか一つのドラマみたいな感じであってすごく楽しかったんですけども、その中で笑いありこの泣きもありっていう感じでいろいろなストーリーで本当一人一人の落語家さんによって話す同じ内容の話でも全然違うんですよ、話し手さんによって。そういうのをこの間初めて見た時に実感したんですけども、なので皆さんぜひ落語ってすごく楽しいので、本当に沖縄ってお笑いって結構有名じゃないですか。はい、そうですね、ね、そう、はい、本当そんな感じでもう入り口もすごく広がってて簡単というか優しいですし、うん、ぜひみんなにこれをきっかけにね落語を見てもらいたいと思うんですけども、はい、今日は8時からですね、自慢屋さんであります。でもその前に6時からね、そうですボランティアさんでね、はい、そうなんだよね、ご近所なんで、はい、本当そう、本当ご近所さんよね、はい、ボラーチョスさんで、今日淳さんと慎太郎さんの告知がね、本日夕方6時から夜中の12時までも6時間もあるからね、はい、その間にこの来てもらえたら、パラダイス通りにありますボラーチョスさんで、イベントがあります。これは音楽イベント、この生演奏でいいんですよね。はい、そうですね、生演奏と僕らが DJ で、うん、本当、はい、そっか、で12時まで夜の、そうです、じゃあ、はい、早い時間にこのレゲエとかこのグッドミュージックのセッションとかサックスとかも入ったやつがあって、その後に DJ タイム、このオリオン生ビーツさん、はい、48、そうですね、あ、そうですね、今日は今日は2人で、じゃないです、失礼しましたということで怒られるんですけどもごめんなさい本当に、ですね、チケットが当日券でいいんですよね。そうですね、こちら、はい、ドリンク1杯込み、はい、で2000円となってます。これ本当にこのサックスとこの東京で活躍されているこのアスカ安藤さんとアリさん、そしてこのアンバサっていうこのレゲエのグループのタケルさん、はい、そしてこのサックスで有名な紅葉さん、はい、この人たちの歌を堪能して、はい、そので飲み物も飲ん で、そうですね、そしてメキシカン料理 も、うん、たくさん食べて、そしてその後、オリオン生ビーチさんによります、慎太郎さんと淳さんの DJ タイムがあるということで、はい、もうめっちゃ満喫ですね今日の夜ね、はい、今なんか淳さんなんか言おうとしてやめましたよね何ですか、言いましょう言いましょう、そこ行ってきましょう、わかりました、本当にありがとうございます。そしてですね、ちょっと聞きたいんですけども、慎太郎さんは普段は栄町の富谷ランドリーで店長していて、はいはい、ちなみに淳さんは普段何をされてるんですか。僕は浦添の入島にある倉庫で働いてますね、
倉庫で働いてる、はい、冷凍と冷蔵物を取り扱った倉庫で、うんうんうん、ああ普通あのそれ会社員とかじゃなくて、え、なんていうんですかそういうの普通の派遣社員、派遣社員、ごめんなさい、なんか一人の派遣社員としてえ、じゃあ普段は浦添に住んでるんですか。え、あ、もうすぐ近くです、歩いて2分のところに住んでます。めっちゃ近いじゃないですか、はい、で、ボラーチョスさんはどういうこの絡みっていうか、アツシさんは昔から、うん、ボラーチョスができた頃からのつながりでよく遊びに行ってて、うん、はいはい、はい、え、ちなみにボラーチョスさんってもうどのくらいですか、オープンしてから。4、5年ぐらい経つんですかね。5年ぐらいは経ってると思いますね。あ、じゃあもしかしたら今年周年とかやるかもしれない。もう終わりました。あ、もう毎年やってますね。ますね、あ、何かしら。だいたい9月に周年やってるんで。はいはい。あ、じゃあ、それで5周年かな。5周年か6周年ですね。はい、ちょっとみき、あのランチってやってます、ボラチョスさん。夕方からしか、はい、何時からですか。夕方5時やってます。6時ですね。6時ですね。6時から、パラダイス通りにある今日イベントが行われるボラーチョスさんは普段は夕方6時からで、はい、でお休みはいつですか、定休日は。多分ないんじゃないですか。定休だと思いますね。本当、はい、なるほど。じゃあ前もってあの行きたかったらあの電話とかした方がいいかもしれないですね、はい、そうですね、で、そしてそれとプラス今日の、はい、お問い合わせ先も教えてほしいんですけども、はい、じゃあ連絡先を新太郎さんの方からお願いしていいですか。はい、電話番号でいいですかね。はい、お願いします。ボラチョスさんの電話番号は 098-943-4488 ですね。はい、ボラチョスさん、はい、ボラチョスさん今日イベント行われます、夕方6時から、夜中の12時まで、連絡先が 098-943-4488 098-943-4488 まで、連絡して行ってみてください。さてエンディングに近づいてきましたが、ツイキャスからカズマさんお茶ありがとうございます。待ってましたよ、名古屋のお茶。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、 1+2+ ジスタス、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロード、そして今日の衣装は浮かれた熱帯夜と君の唇の提供でお送りしました。さて、そして今日は新太郎さんと厚志さんに1時間ゲストでお付き合いいただきましたが、ですね、じゃあ新太郎さんの方から1時間お付き合いいただいた感想などを教えてくれたら。感想ですか。感想、うん、感想かな、なんだろう、なんでもいいです、大喜利ですか。まあ絶対僕と思いますね。引っ張る引っ張る本当に。まあそうですね、うん、まあいつ私が僕にこうぶっ込んでくるかヒヤヒヤしてた1時間だったんですけど、まあ、まさか大喜利でーすっていう風な、はい、もっとハードルの低いもので来るんかなと思いきや、あいうえお作文、うん、いいですね。もう尺がないからやりたいけどまた8分しかないけん残念やな。残念、そうか、もうちょっと時間があればっていう、はい、なるほど、ね、あ、おかしい。そしてツイキャスからインサーさんありがとうございます、間に合いましたよ。そして、今日ゲストで来てもらってるあつしさん、今日1時間お付き合いいただきましたが、はい、いかがでしたか。あっという間でしたね。本当ですか、ありがとうございます。あと1時間ぐらい喋りたいです。あ、でも喋りましょうか。はい、喋りましょう。喋りましょうか、延長しましょうか、はい、あの、FM のハさんいいですか。怒られちゃう、本当にもう。あの、お二人とも出たことありますか、ラジオ。この間僕、うん、初めて出させていただきました、はい、あ、どこにですか。ダイナマイトライオンっていう月に1回やってる FM のハで、はい、FM のハで。あ、本当に見ました、この間卒業だったんですよね。あ、そうですね、うん、なんか女性がすごくノリのいい、はい、キャンディーさんって方が、はい、あの、私すごく口が好きでした、あの、ユーストリームで見てたんですけども、はい、口がすごく好き、ポテッとした感じの、そうですね、うんうん、すごく好きでした。そう、もう卒業しちゃったんですよね、はい、本当にね。
そんな感じで、あ、じゃあ今回で FM 那覇2回目2回目ですね。 ありがとうございます。じゃあ新太郎さんは他にラジオとか？いや初めてです。 ありがとうございます、はい、その中でこのヒヤヒヤしながら。そうですね、はい。そんなに淳さんはいつもぶっこんでくるんですか？いつもぶっこんできますね、はい、毎回僕を落とし入れろと。はい、それがどうも生きがいみたいなんで。被害妄想、はい、生きがいってすごい。被害妄想って何で、何で新太郎は被害妄想が。はい、ウケる、それ本当に、今日は本当に、新太郎さん、そして淳さん、1時間お付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございました。来週月曜日のコーナー案内いきたいと思います。来週月曜日は、ごめんなさい、来週月曜日ゲストがいますね、月に2回ゲストで来てくれます沖縄バスさんの、ツアーの案内をしたいと思います。楽しみにしててください。ミスチルタイヤが今日も1時間お付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間、月曜日午前11時にお会いしましょう。またんやーたい。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。いや楽しかったです。私自分の番組ね、ここまで笑ったんです。あ、そうなんですか。だからね、痛いもんだって、本当にもう。いや楽しかった、ラジオ楽しかった。楽しいですか、ありがとうございます。この間も楽しかったんですけど。さすがやな、くん。じゃあラジオ番組やりましょうよ。え、やっていいんじゃない、はい、ぜひぜひ。僕、うん、その倉庫で働いてるじゃないですか。うん、どこで？あ、倉庫？倉庫で、うんうん、はい、働いてて、うん、その派遣のチームがあるんですよ。はい、派遣のチーム、荒川組っていうチームがあるんですけど、荒川組、ほうほう、はい、かっこいい。ラッパーが 7,8 名在籍してて、なんか各なんかラジオいろんなところで出たりしてるんですけど、なんか今度そういう、うん、この FM 那覇さん、うん、この間そのダイナマイトライオンが終わったじゃないですか。はいはい、 はい、あの枠とか欲しいなみたいになって、うん、そのメンバーで3名で来たんですよ。はいはいはい、告知しにこのイベントの、うん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 、その時になんかラジオ楽しいってみんななって、うん、荒川組でラジオやりたいですってなって、うんうん、じゃあ今度機会があって話してみるよって言って、うん、なんかやりたいですラジオ、うん、今時間ありますか？はい、少しだけ。じゃちょっと少しだけ、はい、でちょっとお話しましょうよ、セバと一緒に。あ、いいですか？すぐ、はい、もちろんです、私も一緒に。今日マベル出るでしょ？あ、今日なんですか、ね、一応昨日オキラジっていうのに出たらしいです。あ、昨日なんだ、あれ、はい、ではですね、ツイキャスから今日もタチさん、そしてイーサーさん、カズマさん、お茶ありがとうございます。イーサーさんギリギリだったね。また来週月曜日に会いましょう、さいなり。そしてユーストリームカメラありますので、今アツシさんと、そう、私すっぴんですけども本当にカメラ跡がついてるって、あ、カメラじゃない、何跡だっけ、メガネね、メガネメガネ跡ってことね。じゃあ最後に一緒にポーズ取りますか？はい、はい、スポーズ取って終わりにします。あ、何でもいいです、何でもいいですよ、何でもいいですよ。私いつも決まってるんですよ、ポーズが。ああ、好きなポーズ それでいいですか？こうやってバイチャッてするんですけども、はい、じゃあさよなら。